清掃した、草族の青年、草族は、台湾原住民の一つ。南投県、海洋市県、高尾県に7116人が分布している。草族の人々が新鉱山、草耳で、パトゥンクオヌ一帯に住んでいることから、日本の文化人類学者、鳥居隆造によって、ニータ家族と名付けられた。草族は南蔵群と北蔵群に分類される。南は、 カナカナ部軍と、サールア軍、北津尾軍は、アリア・松尾軍と、それぞれ称され、徳、富の、達国、伊墓所、ロフト社が存在していた。しかし、伊墓所社とロフト社は20世紀初頭の伝染病の流行により、部落主張が絶死したことで敗者となっている。アリア・松尾軍は、現在初村落が存在し、雷吉村、リカ、楽屋は、徳富の社に、にぎみ、 茶山、山日リカフは、タツクニ社に属している。カナカナ部族とサーロア族は、日本人の研究者により祖族の一種族と位置づけられ、戦後の台湾の政策でもその枠組みが踏襲されて、いたが、文化や言語、歴史的な経緯などの違いがあることから、当事者がそれぞれ運動して、2014年に、それぞれ別個の民族として認定されることになった。 創族人の社会は、グバと称される、男子会社を中心とした厳格な不敬社会である。各氏族の長老による、尊落全体の問題を解決する、合議制が採用され、同時に東目が実務を担当する、社会構成となっている。これらの祭祀で歌われる伝統的な合唱は荘厳な、ものである。昭和10年代に、 台湾原住民の伝統音楽を調査した日本人音楽学者黒沢隆史は黒人霊下にも匹敵すると絶賛している。現代、エホイ褒め屋やミヨメなどの伝統的合唱は CD に再録されて販売され日本国内でも入手可能。日本の作曲家清水治は草族の伝統音楽をもとに混声合唱曲。 台湾通を族の歌を作曲した。伝説は、そう族の起源をこう伝える。人類の祖先が、玉山の山頂に降り立った。その後で大洪水が起きたが、玉山にいた人たちや動物は生き残り、台湾各地に移り住んだ。ある兄弟は、別れる際に海を二つに分けてそれぞれ持って別れ、弟は、南西の山麓へ降り、兄は北東へ旅立って、 マーヤというものになった。後に、日本統治時代を迎え、北東の方角から捉えし、自分たちとよく似た顔立ちを持つ、日本人を、相続は、兄の系統の、マーヤが帰ってきたとみなした。その関係からか、相続は早々と、基準し、以降も、対日感情は、大変に良好だった。台湾原住民の言葉では、大抵日本人を、リポンと呼ぶが、 そウ後では現在でも、マーヤと呼ぶ。音楽学者の黒沢隆史は、ツウ族の村でのフィールド調査の際、蒸気の伝説をモチーフとした歌を再録している。ありがとうございます。